名曲喫茶クラシックとは東京都中野区に存在した名曲喫茶である。クラシック音楽を店内で流していた喫茶店でコーヒー一杯で何時間でも過ごすことができた。7000枚の SP、2万枚の LP を所蔵しており、チョークで黒板に曲目を書くことでリクエストが可能であった。1908年に熊本県に生まれた三作七郎はもともと画家であり、 美術の教師をしていたが、さらなる絵画の勉強を志し単身上京した。上京後の七郎は、銀座にあった、ダットという喫茶店で、友人たちとよく芸術談義に花を咲かせていたが、金のない学生が長時間粘るということで店側には嫌な顔をされていた。そこで1930年、仲間が気兼ねなく集まれる場所を作ろうと思い立った。七郎は、公園寺に、 名曲喫茶、ルネッサンスを開いた。店の稼ぎだけでは生活できなかったので、都庁に就職し、その稼ぎを店に使った。戦時中は店名を古典と変えて営業したが、経営が厳しくなり一時休業した。1940年の空襲により店は消失したが、別の場所に保管してあったレコードは無事であった。七郎は1943年に都庁を退職し、 1945年には、店を中野へ移して、クラシックの名で再び店を開いた。戦後の混乱で、コーヒーが手に入らなかった時期は、日本茶と干し柿を出したり、学生運動の時期には学生たちの議論、喧嘩の場になったりした。また、七郎は、ブロック積みや、左官作業などを大工たちと共にこなし、1964年には3階にアトリエを作った。 七郎は1989年に死去したが、一人娘の良子が店を継いだ。独身だった良子には、後継者がいなかったため、良子の死後、2005年1月に閉店した。中野北口のショッピングアーケードと中野サンプラザに、抜ける、道の間に挟まれた横丁にあり、商業ビルに囲まれていた。建物は3階建ての木造建築であり、 南欧風の白壁にスレート屋根風の外観で、髪型には船のダリンや時計などが飾られていた。また、入り口脇には60年変わらないコーヒーですという札きがあった。建物自体は1916年に作られたもので、クラシックの前にも喫茶店が入っていた。暗い店内の中央には吹き抜けがあり、オレンジ色のランプに照らされた2階は、 回廊式の談話室兼、七郎のアトリエであったため、じっくり聞きたい客は1階へ、おしゃべりをしたい人は2階へと自然と分かれていった。木製のテーブルにはレザーの椅子が並べられ、壁には七郎のジャケットとハンチング棒と共に七郎作の油絵、さらには世界中を旅して集めた数多くの時計がかけられていた。なお床は木とレンガでできていて、2階の床は傾いていた。 客たちもこれらの内装に愛着を抱いており、七郎の娘の良子が大工を呼んで、店の手直しをしたりした時や、店のランプ、時計、人形などの埃を拭き取ったりした時にも、苦言を呈した。七郎は、安い喫茶店を実現するべく、貧乏技用を掲げて、店内の様々なものを自作した。レンガの床や間仕切りにストーブ、さらには、スピーカーボックスから、 真空管アンプまで自分で作っていた。なお、ビクターの古いポスターを真似て自作した、蓄雲機のラッパ部分は洗面器で竹の針を使って SP レコードを聞かせていた。七郎は、近慎だと100回以上かけると音が汚くなると語っており、ほうきの枝などに使われる間だけを三角形に切って、椿油につけておいたものを針として用いた。この響きに惹かれ、 かけて欲しいレコードを持参する者もいた。また、店の音響に興味を持った客には、真空管アンプの作り方やスピーカーの組み立て方を教えた。なお、店内には猫が住み着いており、ソファの下で子供を産んだこともあった。メニューは、コーヒー、紅茶、ジュースのみで、食券制であった。創業当時から変わらぬサントスとモカのブレンドコーヒーは、 色が濃く悪も強かったことから、タバコの銘柄になぞらえて、ハイライトコーヒーと呼ばれていた。また、ジュースは、粉末ジュースであった。食べ物は提供していなかったが、持ち込みは自由であった。七郎は、インテリは本や映画にお金を使うので、高いコーヒーは飲めないと語っており、音楽を本当に聞きに来る客を集めるために、安価な値段設定としつつ、 金持ちも貧乏人も共に音楽と会話を楽しめる店を理想としていた。1987年には年間の売上が最低となり、さらには地下高等による赤字に苦しんだが値上げはしなかった。この時の取材に対し七郎は平日だと100杯も出ない。前の石油危機の時は世の中と逆に売上が増えたのにと語った。 一つあたり6円で譲り受けていたマヨネーズの蓋をミルク入れとして、さらには一つあたり10円で譲り受けていたワンカップ大関の瓶をグラスとして使用していた。以前は一つあたり100円以上した金属製のミルク入れを用いていたが、2回でなくなる事態が多発したためマヨネーズの蓋に変更した。ただし、2004年時点の記事ではこのマヨネーズの蓋は使われていない。また、 置きた箱は七郎が好んだ若葉のみであった。なお、1日あたりの来客数は100人を目標としていたが、1989年の時点で七郎は昔は雨の日は満員だったが、今はガラガラと述べている。名曲喫茶、ビオロン、名曲喫茶ルネッサンス、名曲喫茶で園はクラシックから影響を受けている。名曲喫茶、 ビオロン電気街秋葉原での就職を目指し、佐賀県から家出道前で上京した高校生の寺本賢治は、1969年よりクラシックに通い始め、同じ九州出身の七郎と交流を深めた。その後クラシックの片隅に居候し始め、朝昼晩の食事も七郎から提供される中で、店のアンプやスピーカーを修繕したり作ったりした。ただ、店員は、 全員女性と決まっていたため、寺本は店員にはならなかった。寺本は、七郎の勧めに従って大学に進学し、卒業間際には、ヨーロッパを旅して様々なコンサートホールを回り、耳を鍛えた。帰国後は、就職をするも、やはり七郎の勧めに従い、1980年27歳の時に、名曲喫茶ビオロンを阿佐ヶ谷に開いた。 店内では七郎がデザインしたマッチが使われているほか、七郎が描いた油絵が飾られている。また、クラシックと同様、食べ物の持ち込みを許可している。ビオロンも開いてからも、定休日には、互いの店に顔を出し合った。クラシックが閉店した際には、店内の一部をビオロンに移築し、壁掛けやランプ、椅子を一番奥の席に設置した。なお、その椅子は、 テラモトがクラシックで初めて座った椅子であった。名曲キッサルネッサンス名曲キッサルネッサンスは、クラシックの閉店後に、レコードや調度品を預かっていた従業員の檜山真貴子と岡部雅子が、それらを元にして2007年に公演時に開いた店である。真空管アンプこそ、長時間使えるように買い替えたものの、重機やレコードは、 クラシックのものを利用しているなお、ルネッサンスは、クラシックが当初公演時にあった時の名称である。ビオロンと同様、店内には、七郎の作品が点在しており、七郎作の絵画や、三まさか親子のポートレートが飾られているほか、七郎作のザルを使った照明が用いられている。また、作品の展示以外にもクラシックの影響は垣間見られ、ワンフロアの店内に、 あえて段差を設けることで、2階建てであったクラシックをイメージしているほか、クラシックのルールを踏襲して、注文は入り口で行うシステムを採用しつつ、会話及び食事の持ち込みを許可している。さらには、クラシックで使われていたリクエスト用の黒板と、レコードリスト、そして手書きのメニューもそのまま利用している。なお、クラシックの作品だけでなく、借金も丸ごと引き継ぎ関西している。 名曲喫茶店園店主と友人であった七郎は名曲喫茶店園の内装デザインを手掛けた。また音響装置も店主と共に作成した。2017年9月8日から2018年3月25日にかけて三作七郎の生誕110周年を記念した作品展が名曲喫茶、ビオロン、名曲喫茶ルネッサンス。 名曲喫茶店への3点で同時開催された。株式会社山中修復工房の山中和人がプロデュースを担当し、絵葉書と中野クラシックの DVD が販売された。また、この作品展に向けて、ビオロンの寺本は、七郎の作品に少しずつ修繕の手を加えていった。12時21時30分冷房代を節約するために8月は休業していた。 ありがとうございます。